里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか現役時代に何でしたっけ、なんか言ってましたよね。これだけはなんかもう信じられないみたいな。はい、もう理解できなかったことが、うん、もう強く、しかも今の時期です、うん。もう超タイプリーです。今の時期に僕現役時代、うん、まあ今もそうなんですけど、はい、もうこれだけは理解できんっていう出来事が、うん、ひょっとしたら今年も起こるんちゃうかって言ってヒヤヒヤしてます。へえ、なんだろう、だってシーズン終わってるじゃないですか、はい、これ終わったら、終わって起きることがまあ多いっていうか、まああるんですよね。はい、もうだって秋季キャンプがあって、はいはい、で、まあ、FA とかそういう、まあ、ちょっと移動があったりして、はい、ファン感謝祭があってもじゃないですか。そうですね。うん、何があります？まあ、多分ファンの人がどう思ってるかどうかわかんないですけど、はい、ファンの人も僕と一緒に決まっちゃうかっていうね、のがあるんですよ。はい。なんか今近いこと私言いました？いや、全然言ってないです。言ってないですか？まだ当たってないです。もうまあでも12月ぐらいに起こることが多いですかね。12月ぐらいに起こることが多いです。なんか旅行とか？いや、そういうのじゃないです。違う。はい、球団に関係あること。球団に関係あります。ちょっと皆さんも考えてくださいね、はい、一緒に。これだけはもうちょっと僕は理解できないんですよ。理解できない、はい、もうファン感謝祭終わってます。終わってます。だから12月です。テレビカメラのとかのとかの前で行われますよ。テレビカメラとかも来てますし、はい、記者の人も来てますし、はい、その公の場で行われる。自主トレ。いや、早いです。早いな、はい、早いな。え、カメラの、あ、分かった。何ですか？契約公開。あー、いい線いってますけど惜しい。違う、はい、だってカメラの前で年俸なんか、ね、ああ、そうそうそう、はい、いい線、はい、でもそんなので理解できないこととかないじゃないですか、はいはい、そんなクリスマスでねパカーンってやってるの別に楽しそうだなって思うだけで別に理解もできますよね。そうですよね、はいはい、まあ、なお金関連、まあ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 、そうですね、まあまあ関連っちゃ関連ですね。契約公開しか分かんないですよ。もう何ですか、もう教えてください。言いましょうか、はい、あのね、うん、FA 移籍決定時の会見で泣くやつです。ああ、なるほど。私さっき FA って言ったじゃないですか。全然言ってないって言いました。言いました言いましたよ。言いましたよね。私 FA とか移動があってって言って。じゃあちょっとあのリクエストします。はい、リクエスト、ちょっとリプレイお願いします。はい、ちょっと訂正言ってるんで。はい、もうだって秋季キャンプがあって、はいはい、で、まあ、FA とかそういう、まあ、ちょっと移動があったりして、はい、怖い言ってましたね。言ってましたよ。ちょっと人の話を聞くっていうね、受信力が弱いみたいです。あの、喋り方が得意そうな。まあまあまあ、なんか選手いますね。いるじゃないですか。います、います。なんかあの、FA 移籍するって、うん、だって FA って自分で選んだんですよね、はい、自分で、もしくはまあロッテだったら、うん、自分で他の球団に行くっていうことを選択したんですよね、はい、で、それがね、理由は何か分かんないですよ、はい、お金かもしれないし、うん、何かわかんないですけど、どんな理由があれ自分で選択したんですよね、はい、でも会見で、お世話になってこの出て行きたくなかったんですけど、バカかお前みたいな。いいじゃないですか。いやいや、いい。え、だって私会社退職するとき自分で退職決めましたけど、わんわん泣きましたもん。でも別に、はい、あのヘッドハンティングみたいな移籍するわけじゃないじゃないですか、はいはい、だからこれもし、うん、袴田さんが、はいね、東北放送から、はい、あの仙台の、はい、違う放送局に行くときっす。あ、それは泣けないでしょ。だからもし TBS 系列でやってて、うん、はい、来年からフジテレビ系列に移籍するっちって、はいはい、いや本当ここでいたかったんですけどみたいな、はい、あのフジテレビ系列に移籍しますって、それで泣くようなもんじゃないですか。それめっちゃ品種買いますね。だからそれプロ野球界で FA ですよ。そっか、はい、同じパリーグの中で、同じセリーグの中で、はい、とかも、はい、だからプロ野球球団の中で、うん、本当はしたくなかったんですけどって、いや、しなきゃいいやみたいな。確かに。それで僕泣いてるのが全然理解できないんですよ、うん、はい、僕もう泣いたやつ今すぐ言えるんですけど、はい、もう言わなくてももう、はい、こちらの方です、はい、ということで今映像流れたんですか。映像か写真がバーバーと出ました。なるほど、はい、うん、で思いません、だって自分から FA 宣言して移籍するのを自分で決めて、はい、しかもまあいわばライバル球団に行くわけじゃないですか、はい、だってライバル球団以外いないんですから、うんうん、ライバル球団に行くのに本当はしたくなかったって、うん、はい、言ってる意味わからへん。まあまあ確かに、まあ、思い入れはあるんですよ。あのほんで、はい、それでまたここのストーリーがこう面白くて、はいはい、でそれで今度、うん、あの相手の移籍会見ありますよね、はい、本当にこれからファンでしたみたいな。言うじゃないですか。すごいいいチームだと
思っててみたいな。じゃあ、あのこのチームで、はい、優勝目指してみたいな、はい、あのその数日前の涙とあれは何やねんみたいな。そうですね、確かに確かに確かに。そうですね、いやそれをどう思ってんのかなっていうファンの人はね、うん、はい、僕はもう理解できないんですよ。自分で選択してスキルアップ していくのに、うん、あ泣いて行って、はい、行った先でこのチームのファンでしたみたいな、はい、そういうの可愛いよ。変わる選手もいますよね。まあ、佐藤さん、でも私ちょっと分かりました。これパターンがありますよ。何のですか？ FA のパターンあったじゃないですか。ああああ、お金が欲しい方、居場所がなくて出ていく方、これパターンによって違いませんか？僕の中で泣いた選手は、はい、今イメージできるのは2人なんですよ。はいはい、うん、でも2人の中の型で言えば、はい、まあお金か優勝かなっていうのがあるんですよ。なるほど、まあ、確かにお金が欲しいのに泣くのはなんでやみたいな感じでしょ。もしくはこのチームでいても優勝できんから、はい、優勝するれるチームに行きますって泣くのもちょっと違う。そうそうですね。じゃあどの方だったら許せるんですか？私的には、まあ、ちょっと追い出され型だったじゃないですか。もう居場所がなくなっちゃって、はい、もう居場所を求めに行くっていう型。でも別にそこで自分で能力発揮したらいけるんでしょ。要はてめえの能力がないから居場所がなくなるだけで、まあ、言えばそうなんですけど、うん、でもあの本当はすごくこのチームを愛してる、このチームで活躍したい、でも僕は居場所がないんだ、だったらあなたのせいでね。そうですね、自分の能力がないからですよね。そうですね。僕あの楽天の渡辺選手が移籍するとき泣いたじゃないですか、はい、あれトレードだったじゃないですか、はい、僕トレードで泣くのは、うん、それは気持ちわかるんですよ、うんうん、本当はこのチームに愛着あって、はい、このチームで全うしたかったけど、うん、トレードっていう自分の力でどうしようもない形で移籍しなきゃいけなくて、うん、その寂しいですわ、すごいわかるんですよ、うん、だってチームの、ね、仲間たちもすごい泣いてましたし、ね、うん、だからトレードは理解できる。だって FA で仲間泣いてるやつ見たことあります？確かにない。いや FA で出ていく、もっとやりたかったですみたいな、いや言います？いない。いないですね。それが通りだけが、はい、本当は出て行きたくないですけどって、はい、じゃあ出て行かなきゃいいやみたいな。確かに確かにそうですね、はい、だから僕やっぱ一番すごいのは広島カープのファンやと思ってるんですよ。はい、なんでですか？新井選手が FA で阪神出たじゃないですか、はい、で阪神を、うん、まあ、戦力外っていう形か自由契約を選ぶかの形で、うん、なってもう一回広島帰るじゃないですか、はい、それを温かく迎えるってすごいですよね。うん、まあまあでも愛されてたってことですよね。まあでも一回捨てたわけですもんね、はい、行ってしまえば、はい、うん、それで行って帰ってきて、うん、温かく迎えられる、はい、カープファンの人が僕はすごいと思うんですよ。ああ、なるほど。そう、何も言わずね、うん、でも今やもうね、うん、あの縦島来たことも記憶の中にないぐらいの感じのカープみたいな感じになってますよね。はいはいはい、もうカープの男って感じですよね。だから多分もう将来的に絶対監督になると思うんですよ、うんうん、だからあそこの時代は記憶から抹消すからね。だからファンの人、まあね、新井ちゃんの人柄っていうのもあるし、うん、そういったところで愛されキャラっていうのもあるのはね、はい、あるですけど、うん、カープファンの人がそれを受け入れてるっていうこともすごいし、うん、だからあとはね、今年の FA した人が泣くかどうかを注目したいのと、はい、まあ、万が一その FA の選手がこの動画を見たら、うん、もう 1000% 泣けないですよね。絶対もう死んでも泣くもんかと思いますね。でもね、FA したのが鈴木大地でしょ、はい、であとは福田、はい、はい、福田選手ですね。と美馬、ああ美馬選手、そうですね。ああ美馬選手、泣かないでね、お願いだから泣かないで。まあ3人ですよね。はい、だからこの選手がね、うん、仮に移籍したら、はい、泣いちゃダメですよね。いやでも美馬投手は楽天で日本一になって、はい、その時に MVP も取ってるわけですよ、日本シリーズの、はい、思い出して泣いちゃいそうだな。なんですか？だって行くんでしょ、楽天でいい思い出を。そうだって、美馬投手があそこはすごい頑張ったから日本一になったんだと思っちゃうんで、だから一番いいパターンは、はい、FA 宣言して、はい、あの行こうと思ったけどやっぱり残留した時にめちゃくちゃ悩みましたけど、やっぱりなんとかっていうチームをで中でやることで最後決断しましたって泣くのがいいですよね。おお、いいですね。でもそんな見たことないですけど、はい、いやちょっとまた見方が変わってきますね、この会見がどうなるか。そうですね、はい、まあね、コメント欄には皆さんがね、
FA 宣言して移籍するときに泣いてもあれは許せるって言うんだったらもう謝ります。はい、僕が、はい、僕の根性がひねくれてるっていうね。じゃあぜひコメント欄に自分はどう思うかってこともやっぱ書いていただきたいですね。そうですね。だからまあ僕が間違ってるのか、はい、僕に賛同するのか、はい、その比率を見ながら謝るかどうかを決めますけど、はい、まあ、心の中では、はい、あのバットボタンだけはやめてほしいです。そこ里崎信者が多いんで大丈夫です。大丈夫ですかね、はい、これかなりリアルな感じだから、はい、危ないパターンですよね。そうですか。え、どっち勝つか。いや、なんか私は泣くの全然普通に見てたんですよ、はい、ああもう思い入れがあったんだなと思って、はいはいはい、でもまあ確かにそうだなって気持ちにもなってきました。だから、ね、僕はでいいですか。半分7割ぐらいちょっとこっちに寄ってきちゃったな。なんかね、いろんな人の意見聞くと、うんうん、僕の話って、うん、合ってるかどうかは分かんないらしいんですよ、はいはい、分かんないんですけど、うん、なんか言い切りよるから、うん、なんかそうなのかなって思ってきちゃうっていう。そう、なんかね、説得力があるような感じがしてくるんですよ。まあね、はい、でも皆さんのコメント欄で、うん、チェックしてですね、はい、次回の会見するかどうか考えます。はい、コメント欄全部見てますよ。寝ちゃうよ。